クロード・サーベイ・マティアス・プイレット。クロード・プイエは、フランスの物理学者。電流計や熱量計を発明し太陽からの放射を測定した。ルーケンのキュザンスに生まれた。高等師範学校で学んだ。高等師範学校の物理学の教授を務め、1832年から1848年、国立工芸院の副所長などを務めた。 1837年から1838年にかけて、ジョン・ハー・シェルトは独立に太陽からの熱量の最初の計測を行い、1228ワット毎平方メートルの値を得た。これは現在の値1367ワット毎平方メートルよりも小さい。この値を使い、太陽が一定の比熱で熱を失っていくというモデルで太陽の表面の温度を 摂氏1800度と見積もったが、これはヨーゼフ・シュテファンによって1879年に求められた、現在考えられている値セッ5430度よりも非常に低い値であった。著書に1856年に出版した、エレメンツ・でフィジック・エクスペリモンタル・デ・ミティラロジーがある。ありがとうございます。